はい、どうもこんにちは、キコちゃんTV ショーなんです。見てください、転びましたパンクに引き続き転んだんですけど、まあどういうふうに転んだかっていうと、あの90度か100度ぐらいあるまあコーナーがあったんですよ。もうこういうこんな感じか、こんな感じの道があって、で自分は坂からこう減速して、まあ、そこに曲がっていく、曲がる時ですよ、もう曲がるってなった時に、これここについてたやつがパキッて折れて、パキッくるくるくるっつって、ここのどうやってちょうどここに挟まったわけよ、フォークとこのカウルの間に。でハンドルがガツッとなって、そのまんま転びました。滑ってそのまんま転びました。もう俺も衝撃だったね。え、こんなことあるって曲がる直前にそれが折れてパキッていって、そこの間挟まってハンドルが動かなくなって、そのまますってんころりんみたいな。もう代償がでかい。もう折れたし、ステップもね、当然ここのエンジン、まあエンジンガードがついてるから、ここはまあ、よしとしよう。で、あとカールがね、ちょっと傷ついて、多分これは多分クリアが多分傷ついてるぐらいだから、まあこの辺は多分なんとかなんだけど、あとウィンカーもバッキリいっちゃって、もう外れちゃってんだよ、これも。あとクラッチね。まあ、もうね、最悪。まあね、結局俺が悪いんだけどさ、もうだって。でもクランプ折れることあるクランプのネジが折れることある。だからまあ比較的に減速してたタイミング で結構きつい90度の、まあ、こんぐらいのカーブだったから、まあ、比較的減速してたおかげで、まあ、転んだ時の、まあ、ダメージは小さくなりました。多分俺自身も自身は多分大丈夫、うん、怪我はない。というわけです。マジ萎えるわまあそれも俺の運命ってやつだよね。ということで現場のハリーさんにつなぎたいと思います。改めまして、今日吉蔵くんのところ行きます。はい、もう吉蔵くんのところ行くたびにこういう悲劇が起きていきますまあいいや、さっさと行こう。もう俺もそういう気分だから立ちこけで転ぶよりは全然いいわ。もう立ちこけで転んだら俺もう死ぬって決めてるから俺の運のなさっていうのはやっぱり証明できてるよね。日頃の行いはめっちゃいいんだけどな。昨日ガムポイ捨てしたぐらいだけどえ、それが帰ってきたの。結構な大きさで帰ってきましたね。そんなガムのポイ捨てなんかしてませんよっていう、こういう不幸話をしたってね、悪いことしか起きないんですよ。いいことを話してポジティブポジティブ、はい、ポジティブ話でいくと、吉蔵くんのところを行きまして、自分初めて宝くじで300円以上の金額を当てることができました。ありがとうございます。はい、これはもう吉蔵くんにお礼を言いに行きます。ですがこういう被害を受けてしまったということはどうなんでしょう。ダメですよ、マイナス発言は。自称ゆめちゃんが言っておりますんではい、まあいくら当たったかっていうと1000円です。何笑ってる、おい、何笑ってる、小さな幸せを何笑ってる。それでその1000円で新たな吉蔵君を仲間にできるじゃないですか。でもバイクは直りませんけど。それは言っちゃダメですよ。俺も俺の運命いいよ。俺だって生まれた時からこういうことしか経験してないからさ、もう慣れたもんだから、まあ、俺からしたらもう、ああまたこういうことなのねみたいな。いいよ、あと青い Z だってタイヤ交換した後にタイヤ2個バーストして高速道路スピンしてガードレール突っ込んだりとかしてるし、本当に俺かわいそうだからさ、マジで。いや本当に YZF-R25 も自分でカスタムしていじった後の翌日に盗難されたりとかしてるし、いいんですよ。もうそういうことばっか経験してるからいいんですよ。
毎回あの試合や大会ってなると毎回優勝してるやつで俺初戦で当たるから、そいつと勝てば優勝みたいな、必ずまあ俺勝っちゃうんですよ。初戦で力使い切ってるから2戦目で絶対負けるんですよ。でみんなにはもう優勝候補を倒した、あお前もう優勝やんって言われたら、その次の試合で俺負けてるから毎回。いや無理、もう集中力続かないから。もうこういう人生なんですよ。もうメダルは必ず取れたね、金メダルが取れたねって言われてるのに、必ず1回戦で敗退する男だから、毎回言われるも MVP だったねあの初戦は。本当にそういう星って存在するんだなって感じました。お前なんて言ったお前。皆さんお金を恵んでください、ハゲライオン。はい、これは新しいキャラハゲライオンをあの別チャンネルで解説して出していくので、皆さんそっちのハゲライオンの方を見てください。今日から作成入ってきます。もう決めました。先月の吉蔵君が言いました。頭でばっかり考えるだけではなく行動で示すみたいなことを言っていましたんで、もうハゲライオンを制作します。じゃあハリーさん制作の方お願いしますね。今年3年間乗り終えて車検を迎えるっていう、もう3年間乗りましたね。第1章が終わりました、次第2章ですっていう、始まりの第2章を迎える前にこんなボコボコでされるって。まるで僕が新アスカにインパルスでエクスカリバーで突き刺されるような形ですね。最終的に核爆発されてるってことはもう終わってんのか。俺フリーダム終わったじゃん。フリーダム物語終了、勝手に終わらせんな。だって落とされてるんだったら終了じゃない。オーブにたどり着くまでにいろいろと被害を被りましたが、オーブに到着しました。オーブ連合国に到着したので、ここでフリーダムを整備したいと思います。はい、今現在吉蔵君はこのパーティーです。私のパーティーはこちらになります。自分が元気になる秘訣は誰かを元気にしてあげることなんだぞ、だそうです。元気になってください。これで私も元気になりますわ。バカにしてるやつには無理です。自分のペースで無理のない速度で歩めばいいんだぞ。僕は無茶をしていたそうです。無茶して頑張ってたらこうなったみたいです。なんか G でかくない？はっ、大吉です。白です。吉です。吉です。確かに今日は吉です。今日は吉というか大凶ぐらいのレベルです。クソ、なんでこんなことになるんだ。今日はこの辺で終了となります。皆さんも予想外の出来事には気をつけましょう。バイクというのは常に予想外の出来事が付きまとうものです。いつどっからシンがエクスカリバーに突き刺してくるか分かりませんが、気をつけてください。確かにもう赤色のバイクがいるということは、何してるのお前普通に。アークエンジェルがブワブシッ、うわっ、くそ、何が、これはあんたが悪いんだ、あんたが、俺はステーラを倒れようとしたのに、くそ、くそ。